い、どうも皆さんこんばんは、ナルマント TV です。私はですね、今台北市の、南寺山夜市というところに来ております。はい、ということで今回もこちら、じゃじゃん、100元チャレンジ、日本円で500円ぐらい、いくら食べられることができるのか挑戦していきたいと思います。はい、こちらはですね、あの焼きとうもろこし屋さんになりまして、こちらただの焼きとうもろこし屋さんではございません。なんとビブグルマンに指定されたですね、とうもろこし屋さんでございます。こちらのですね、ブルンビンの店、あのビブグルマンに指定されております。お値段65元ということで、早速こちらを買ってみたいと思います。いただきます。うん、いろんな具が入ってますね。もやしに豚肉、それから青のりも入ってる。パクチー、あとパクチーかな、ピーナッツも入ってますね。いろんな食感といろんな具の味が一つにこうギュッと凝縮されて、めちゃくちゃ美味しい。皮ふわふわです。はい、ということで今65元使って35元残りました。早速ですね、この次、あのサオピン焼き餅のお店行ってみたいと思います。焼き餅のお店到着いたしました。結構な人気店ですね。こちら毎日あのたくさんの人があの買いに訪れるということで、1個15元ぐらいで安く買えるということで好評でございます。では焼きパン買えました。こちらがですね、あの豚肉が入っている方のパンと、こちらがあのネギが入っている大きいパンになります。いただきます。パンの生地のね、ふわふわのね、食感の、意外と薄味ですね。美味しい。薄いあの、なんか胡椒餅を食べてるみたいですね。胡椒餅なみたいなんですけど、あの皮がそこまで硬くないから、もうすぐ食べられますね。美味しいよ。こちらですね、あのマヨージーと呼ばれるですね、台湾人は結構あの冬に食べる食べ物なんですけれども、あの薬味で整えた鶏肉をですね、油で蓋をして、それを一緒にこうスープでかき込んで食べるっていう食べ物になりますね。結構あの今バイクがあの通りましたけど、結構バイクの通りも激しかったりするので、一応歩くときはですね、あのバイクに気をつけてください。以上、ナルマント TV でした。よろしければ高評価、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。結構観光のお客さん少ないのでおすすめです。また他の動画見てください。バイバーイ。